はい、ジュゴンです。ということで今回の企画は、まあ、新企画ですね。はい、ということで今週のね FP あとクラブセレクション3つですね。でおすすめの選手、ランキングをねやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、レベマの数値を見てですね、これはおすすめしたいという選手を、まあ、ランキング形式で発表するというねシンプルな企画でございますが、まあそれだけじゃちょっと味気ないということで、まあその選手にね、まあ、つけるといいであろうおすすめのスキル、あとポジションもね、まあ、つけるも、つけるといいものあれば、まあそれも加えて発表しますので、まあ獲得した選手、まあランクインしていましたら、まあぜひレベマへ育成してみてください。ということで今回はまあベスト6、まあタイトルにも多分なってると思うんですが、になります。今週が、週間11人と、クラブセレクション3つ、各8人なので、まあ、24人と。で計35人の中から、まあ、ベスト6をね選びました。ということで早速やっていきましょう。第5位ですね、今週の第5位は、この選手ですね、エルジフ・エルマス。この選手ですね、フェネルバフチェのクラブセレクションの選手です。レベマにすると総合値95になります。OMF の登録と、あと左ウィングがもともと濃い適性なんですけど、まあウィングとか、まあ、トップ下がない監督をお使いの、まあシメオネとかですね、お使いの方は、左サイドハーフとかねつけるといいかもしれないですね。ということで左サイドハーフを今濃くしてます。でまあ右ウィングもね、左ウィングだけじゃなくて右もできると便利だと思うんで右ウィングもつけています。あと ST とか、まあ、まあそこら辺もね一応できるんですが、まあそれはまああえて濃くはしていませんがつけることも可能ですね。はい、能力見ていきましょう。まあ中盤の選手ということで、まあオフェンスセンス84、まあ、決定力も83ということで、まあまあまずまずじゃないでしょうかね。でボールコントロール、95、ドリブル97、グランダパスが95、フライパス88ということでかなり高いと。まあこの、数値は、まあ、中盤の選手なんで、まあ、もちろん高い、まあ結構多いですけど高い人はここら辺は、まあ結構それにも負けないぐらいのね高す数値をね持ってますね。はい、あとは、まあ、プレースキックとかはいいでしょう。で OMF の選手にしてはボールダッシュ75と高めですかね。はい、で、キック力は84ということで、でスピードは87の80、瞬発89ということで、まあ、そこそこのねスピードを持っていますが、まあ、身長がね高いので、まあ、そんなにあまりスピード感をね感じることはないかもしれないですが、ボディコン92のフィジカルコンタクトが81ということで、まあ両方80を超える人はあまりねいないので、まあ、そこはあまり貴重なところですかね。でジャンプ71と、でスタミナ88、まあ、中盤にしてはややまあ低いかもしれないんですが、まあ、88もあればね十分でしょう。で後半5ですね、怪我体制が3ですね。はい、19歳ということで75レベルかな上がるので、育てればまあ結構強そうですね。で、スキル、おすすめはこちらですね、まあパッと見何がついてるのか分かりませんけど、ワンタッチパスをね今回つけていますということで、おすすめはねワンタッチパスかなと思います。まあ中盤の選手ということでね、まあ、パスのねつなぎ役になることもね多くあると思うので、まあ、あとこの選手チャンスメーカーですね。プレースタイルはアンタッチパスね持ってたら便利かなと思います。はい、ということで続いて、第4位に行きましょう。ということで続いて第4位はですねこの選手です。
ルイス・スアレスですね、今週の週間で来た選手です。レベマにすると95になりますね。でポジションはもともと故意適正フォワード全部できるようになっているのでポジションはつけておりませんが、はい、能力見ましょう。オフェンスセンス99、決定力96ということで、まあ、前回の動画で、まあ、比較、ね、以前のものとしましたが、まあ、決定力がね3下がっているということで、まあそれも踏まえても、まあ、今回、まあ、強いのはまあ変わりないかなということで、まあ、4位にねランクインという感じです。でボールコントロールとドリブル84だったり80、ボールコントロールは88ですね。グランダーパスも83ということでね、まあ、センターフォワードにしてはまあまあまずまずって感じですかね。フライパスももう80、79までいってるので高いですね。でプレースキックは82、カーブが90ということで、まあ、フリーキックを蹴るというよりも今回の場面でね生きてきそうですね。ヘディングは81です。でディフェンスセンスがまあ60と、でボール出しは56なんですけど、まあディフェンスセンスが60もあるセンターフォワードってねなかなかいないと思うので、まあそこら辺は前線でね臭い動きをねしそうな感じがいたしますが、はい。でキック力は89と、まあスピードは81ということでやや低めですが瞬発は90ですね。はい、でボディコンが83のフィジカルコンタクトが93という感じです。で、スタミナが86の逆足は、頻度精度3と、根腕が6と、で怪我耐性も3ということで、ここら辺ね結構いい項目が並んでおりますね。はい、ということで、スキルのおすすめに参りましょう。この選手スキルがね1個空いているので、まあ、全部のね埋めるという感じになりますが、今回これをつけました。パッと見分かった方はなかなかスアレスを分かっていらっしゃるということで、今回チェイシングをねつけてみました。はい、ということでおすすめはチェイシングですね。まあ、さっきも言いましたけどディフェンスセンスがね60もあるので、まあ、ボール取られた後の、まあ、スアレスのチェイシングね結構怖いかなと思います。まあ、チェイシングなくてもね結構怖いんですけど、はい、まあただスピードがないので、まあね、取られた後の反応面で言うとちょっとね、まあ、オバメとか、まあ、そこらグリーズマンとかに比べるとややねスピード面がない分ちょっとねあれですけど、まあそれでもねやっぱ強いなとは思いますね。あとはまあスパサブですかね。チェイシングじゃなくても次スパサブなんかも良さそうですね。スパサブをつければ決定力99にまあね能力上なるそうですね。はい、ということで、第4位がスアレスでした。続いていきましょう。はい、ということで続いて第3位ですね。第3位はこの選手ですね、ジャイルソンですね、フェネルバフチェのクラブセレクションの選手ですね。はい、レベマにすると総合値が90ということで、はい、強そうですね。でアンカーですね。ポジションはもともとついているものしか今つけておりませんので、CMF と DMF ができますね。能力はこんな感じです。アンカーにしてはオフェンスセンスが70ということで結構高いですね。でボールコントロールから、まあ、パスまで、まあ、85前後という感じで結構高めの数値ですね。まあ、ただ中盤にしては、まあまあ、そんなに高くはないですけど、まあまあまずまずといったところですかね。まあ、ただ決定力がね69ということで、まあ、いざという時の決定力はあまり期待できないという感じです。でプレースキックカーブは77と、まあ、ただヘディングアンカーなのでねヘディング、まあ、する場面も結構あると思うんですが、まあ、ヘディングは数値はねやや低いと74、まあ、身長も178センチしかないので
こら辺はちょっと苦戦しそうなところですかね。でディフェンスセンス86のボールダッシュ88、まあ、スピード83の瞬発86ということで、まあ、アンカーの中ではスピードはね持っている方に入りますかね。まあ、ただディフェンスセンスボールダッシュはちょっとアンカーの、まあ、結構いい選手に比べるとちょっとやや劣りますかね。で能力で言うと、まあノーマルのトレイラに近いですかね。そんな感じがしますね。でフィジカルが87ですね、はい、でスタミナは91ということで、まあ、まずまずいい感じかなと思います。でコアは5ですね。はい、ということでこの選手にもおすすめの、ね、スキルをつけております。こちらですね、はい。まあ、見た目は分かりませんが、インターセプトをつけています。まあ、アンカーということで、まあね、ボールを、ね、取ってほしいということで、まあ、インターセプトを、ね、つけています。まあ、インターセプトじゃなくてもマンマークとかでも良さそうですけどね、はい。まあ、守備系の、ね、スキルはもともとないので、まあ、どちらか、ね、つけるといいかなと思います。まあ、ワンタッチパス持ってるといいですね。はい、ということで3位ジャイルソンでした。はい、ということで続いて第2位はこの選手ですね、ヤン・オブラク選手です。今週の週間で来た選手ですね、はい。ソゴチは93になります。ゴールキーパーなので、まあ、ポジションは、つけれませんが、まあ、能力でいうと、キック力88と、はい、でフィジカルが91のジャンプが89ですね。まあ、そこそこかなと思います。で、まあ、肝心なゴールキーパーの能力は、クリアリング以外はカンストで、クリアリングが97です。はい、これまた強いゴールキーパーがね再び誕生してしまった感はありますが、うん、どうですかね、FP のキーパーとか入れるとどうなんでしょうか、どの位置なんでしょうか。まあ、そこら辺まだ、ね、情報がわからないんでね、どうなのか分かりませんが、まあ、気になるところで言うと逆足精度頻度1なので、まあ、左足で蹴ればいいのにというところでもたつくのはねちょっと怖いところですね。で、まあ、精度も悪いと、左でもし蹴っても精度が悪いのでちょっとそこら辺ね気をつけた方がいいかもしれないです。コンアマナがいいですね。でこちらの選手は、低弾道をね、つけてみました。まあこれは安定かな、オブラクに低弾道は安定の、スキル追加かもしれないですが、はい、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、守備的、ゴールキーパーでねここまでね能力高い選手はまあフェールマンを除くと、まあ、オブラクぐらいですかね。まあ、フェールマンに比べるとちょっと身長が低めなのでそこら辺は気になりますが、まあね、まあ、能力を見る限りはね強そうに思いますね。はい、ということで2位はねオブラクでした。続いて、栄えある今週の第1位ですね、いきましょう。はい、ということで今週の、第1位ですね、第1位はこちらの選手です。ドマゴイ・ビダ、ベシクタシのクラブセレクションの選手ですね。はい、ということで、あまりね、ノーマルとかね見たことない方もいるでしょう。このビダ強そうで、ソゴチは91ですね。でポジションは特につけていないので、まあ元々のね、ポジションがついてます。で、守備的サイドバックということで、あまりね強い選手でこの、プレースタイルを持ってる人あまりいないんで、ちょっとね注目かなと思いますね。まああの人ぐらいですか、名前が出てこない、ポルトの、クラブセレクションで出た、名前が出てこない、あの人です
はい、ということでちょっと名前出てきたら言いますが、出てこなかったらテロップですかね。はい、能力見てみましょう。ヘディング89、ディフェンスセンス93のボールダッシュ92ということで、まあセンターバックにしてはまずまずって感じですかね。でキック力80、まあこの選手の特徴は、まあ、スピード90ですかね、まあ、瞬発は82ですが、まあ、スピード90をね超えるのが、まあ、マノラスぐらいかな、他いましたっけ、多分それぐらいですよね、センターバックでいうと。なのでまあここは貴重な存在ですね。まあ瞬発はやや低いですけど、でフィジカルが90、ジャンプ92です。はい、なのでまあドリブルがねやや低めの数値なので、まあ、そこら辺ね事故とかに注意しながら、まあ、使うといいかなとは思いますね。でスタミナ86の逆足頻度精度3のコンアン6、怪我耐性も3ですね。ここはいい数値が並んでおります。ということでこの選手にもスキルをねつけてみました。こちらです。インターセプトですね。はい、まあ他は持ってるので、まあ、センターバックに必要なのところはねインターセプトかなということでつけてみました。まあこの選手、まあセンターバックもできますしサイドバックもできると。でサイドバックにするとまあ守備的サイドバックが発動すると。はい、まあセンターバックにしてはね身長やや低めなので、まあ、そこら辺気になりますし、まあただサイドバックにするとまあドリブルで駆け上がったりとかはなかなかできそうにはないんですが、どうなんでしょうかね。まあ守備的なのでそんなに上がることないですかね。はい、ということで今週のね、FP、クラブセレクションの第1位、マゴイ・ビダ選手になりました。はい、ということで初企画おすすめ、選手ランキングはいかがだったでしょうか。まあ、ちょっと1位はねちょっと悩みながらもちょっと意外な選手をね選んだのかもしれませんがね、ビダということになりましたが、まあ、あくまでもね個人的なランキングですし、まあ、ランキング外に、ね、なった選手も結構強い選手って多くて、まあ、あとガラタサライの、オニエクルとか、あとは、まあ、ベンゼマとか、まあ、ベルナーですねなどもいますので、まあね、強そうな選手多い今週はね、育成がやはり大変そうということでございます。はい、ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よければコメントチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。